ドイチュ・ベルジー・シュニス1951ドイチュ、ベルジー・シュニス1978ドイッチュ番号は、フランツ・シューベルトの作曲した作品に付けられている番号。オットー・エイリッヒ・ドイッチュによって1951年に作られた英語の作品目録フランツ・シューベルト、セマティック、カタログ・オブ・オール・ヒズ・ワークス・イン・クロノロジカル・オーダーで付された番号である。 D と略記され、D123 のように表記される。ドイッチュ自身が、作品目録の序文で、自分の名前の略記ではなく、シューベルトンの作品を表す記号として、省略記号であることを示す。をもチーズに使ってほしいと述べている。ただしその場合も D と数字の間には、半角スペースを入れるのが普通である。ドイッチュの死後、1978年に、 バルター・デュル・バルター・ディ・アー・アール、アルノルト・ファイル・アーノルト・フィールなどによってドイツ語の改訂版フランツ・シューベルト、ティーマティシャス・ベルジー・シュニス・セナー・ベルケイン・クロノラジス・チャー、フォルゲが作られた。シューベルトの作品には作品番号があるが、これは、ただ単に、シューベルトの生前に出版された順序に付けられているに、過ぎず、作曲年代がわからない上に、 作品番号の付けられていない作品も多いため、近年は、このドイッチ番号の方が多く用いられる。グーテンモルゲンオストライヒ。ありがとうございます。